G1 クライマックスは新日本プロレス主催のヘビー級選手によるシングルリーグ戦。新日本プロレスで開催される最大級の大会であり、真夏の祭典として全国的に知られている。発案者は当時の新日本プロレス社長だった坂口誠二で G1 は競馬ファンとしても知られる坂口が競馬の GI レースから取って名付けている。 1991年に第1回大会が開催され、毎年8月上旬頃に開催されている。当初こそ数日間の開催であったが近年では大会期間が約4週間ほどと長くなっており、業界の現状からプロレス界で最も長く過酷なリーグ戦との呼び声も高い。試合会場は愛知県体育館、大阪府立体育会館や仙台サンプラザホールなど、 普段ビッグマッチでも使用する大中規模会場が選ばれ、優勝決定戦には両国国技館を使用するのが恒例となっている。ただし、2014年には西武ドームでの優勝決定戦となった。また2018年と19年は国技館が改修工事のため日本武道館で開催。また2019年はアメリカダラスで開幕戦を行った。なお、 1993年から1998年までは国技館だけで行われた。基本的にはヘビー級、ジュニアヘビー級を問わず、新日本プロレス最強の選手を決定する大会だが、外国人選手や他団体の選手が参加することもある。大会形式には以下の3通りがあり、年によって方式が異なる。最高得点者が同点だった場合は進出者、決定戦。 リーグ戦での直接対決により、順位、決勝進出者を決めるなどで対応している。以下に、主な例外を挙げる。優勝者には表彰状、優勝期、トロフィー、そして優勝賞金1000万円が授与される。さらに副賞として、IWGP ヘビー級王者ではない場合、自動的に王座への挑戦権を与えられる。王者として優勝したのは、武藤慶治と、 佐々木健介の二人だけで、武藤はグレートムタ、健介はパワーウォリアーとして出場経験がある。G1 とチャンピオンカーニバルの両方を制したのは、武藤、小島、健介、長田の四人である。長田は2013年にノアのグローバルリーグ戦も制しており、現時点で唯一メジャー三団体のヘビー級リーグ戦をすべて制している。 正式大会名は2010年がパワードバイ平和。2011年がブシロードプレゼンツ。2012年から2016年はバディファイトプレゼンツ。2017年ローソンチケットプレゼンツ。2018年千国億円マイキズナプレゼンツ。2019年平和プレゼンツ。2020年レックプレゼンツと冠無スポンサー名が頭につく。 2012年から毎年 G1 の優勝者には、翌年1月4日に開催される、東京ドームイベント、レッスルキングダムのメインイベントへの挑戦権利賞が、挑戦者記入欄を無記入とした状態で贈呈される、こととなった。以降、権利証と記載された記事は見当たらない。権利賞を贈呈された G1 優勝者には、残りの半年間、 その権利賞を狙う挑戦者を相手に防衛戦を課せられることとなり、防衛に成功すれば保持者のまま次の防衛戦に、防衛に失敗すれば、権利賞は移動の繰り返しを行い、年末のビュックイベント終了時に、権利賞の挑戦者欄に所有しているレスラーの名前が記入され、東京ドームのメインイベントの挑戦者として、正式に選ばれることとなる。なお二0 1九までは、 権利賞の防衛に失敗し権利賞が移動した例は一度もなかったが2020年にイブシコータがジェイ・ホワイトに破れ初の権利賞移動となった。また2018年までは権利賞保持者が東京ドーム大会で勝利したこともなかったが2018年優勝の棚橋博士が翌年の東京ドーム大会にてケニー・オメガから勝利しこのジンクスは破られた。 ありがとうございます。